皆さんこんにちは、マナリの歴史です。忍びたちはまだ戻らぬか。今回戦国無双真田丸、続きをプレイしていきたいと思います。前回、第二次上田合戦で、徳川秀忠率いる徳川軍主力を、見事に足止めすることに成功したわけなんですけども、今回はその続きになりますね。兄上には気の毒なこととなりましたが、戦はどう転ぶかわからん。早々に相手を気遣うのはおごりが過ぎる。は、申し訳ございません。されど父上が大阪方にお味方くださって本当によかった。父上、お聞きしてもよろしいですか。何故西軍に疲れたのか。真田にとって得があるゆえと申したはずだが、本当にそれだけでございますか。わしは雪村様、正幸様、一大事です。戻ったか。どうした、さように慌てて。西軍総崩れ、三成は捕らえられて初段。何、バカな。西軍は優勢であったはず。何故。寝返りが出たんです。小早川秀明が裏切って。秀吉様のおいである秀明殿が。信じられ。義継殿や左近殿はどうされた。どちらも討ち死にだって。なんという。義継殿、左近殿。家康が勝ったか。父上、どうかお願いいたします。で、今回はですね、アクションパートは、用意されていないというか、実際にはアクションパートもあるんですけども、探索に向けのミッションしかありませんでしたので、このままシナリオをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、ここからはですね、信行が家康に対して正幸と雪村の除名を嘆願しているというシーンですね。真田がこたびの戦で昨年の大河ドラマ真田丸の中でも、こういうシーンありましたよね。大泉洋演じる信行とその義理の父である忠勝が家康に対して正幸と雪村の除名が叶わなければ家康に対して一戦を交えることも辞さないみたいなね、そういう対応やり取りを真田丸の中でも描かれてましたけども、ここでも同じようなやり取りが、展開されているっていうシーンになります。本庄から正幸雪村を許せば示しがつかん。この戦で倒れた者に何と申し開きをすればよいのか。あえてお許しなくば、婿殿と共に殿と一戦交ゆる覚悟と申し上げても。父上、それはさような脅しは聞かぬぞ。ただ勝つ、信行、聞き分けてくれ。ご心痛をおかけして誠に恐縮でございます。おお、分かってくれるか。されど私も身命をかけてと申し上げました。お聞き入れなくばこの場で腹を。信行、いかに信行の嘆願でも通るまい。真田がため4万の軍勢が釘付けになったのだからな。忠勝の口添えさえ退けられた。正幸雪村の除名はとても。どうかお願いいたします。ならん。
何をしておる。お主には謹慎を。処分は何としても直にお聞きしたかったもので。上田で足止めを食らい、関ヶ原に持参した剣の裁きと伺いました。いかにも。ならば戸川誰よりこの秀忠にあり、秀忠を罰せねば示しがつきませぬな。秀忠様、何を。愛着ですか、それとも腹を切ってご覧に入れたがよろしいか。もうよい。秀忠様、第13章、親子。正行、雪村らの上田城での前線も虚しく、関ヶ原の戦いは徳川方の勝利に終わった。二人は信行の嘆願で除名され、九度山へと配慮される。覇権を握った家康は慶長8年征夷大将軍に就任。江戸に幕府を開き、名実ともに徳川家の天下となる。しかしその後も大阪では豊臣家が存続しており、豊臣と徳川の関係は日を追うごとに悪化していた。そんな中、九度山で静かな日々を過ごす正行に最後の時が迫る。乱世を駆け抜けた豪将が残す思いは。父上、不自由はございませんか。あったところで入るの身の上で贅沢は申せまい。信行にそうたびたび無心するわけにも参らぬしな。それはそうですが。不自由をしておるのはお前ではないのか、雪村。私ですか。いえ、さようなことは。胸の内がうつうつとしておるようだが。いえ、決してそのような。兄上の身を捨てた嘆願で救われた命、我が身を慎んで暮らすのみです。ならばいっそ仏門にでも入るか。おたわむれを。ただ大阪の様子は気がかりです。豊臣の方々はどうなさっているのか。その目で確かめてくればよかろう。しかしそれは。犬伏でも言ったはずだ。心のままにせよ。わしに気を使う必要はない。はあ。雪村様、正行様のご様子はいかがですか。やっぱさすがの正行様もがっくり来ちゃってたり。幸いそうでもない。へえ、じゃあまだ巻き返しの木を狙ってるんだ。巻き返すってどうやってよ。豊臣だってこのまま徳川の天下になるのをただ眺めてるわけないだろ。まだまだ荒れるよ。なるほど。それじゃあ今度こそ天下をひっくり返す秘策を。それが策を練っている風でもない。あにゃ、なに、ふぬけちゃったんじゃないよね。ちょっとあんたね。父上に限ってそれはないと思うが。ともあれ、大阪へ向かうぞ。お、視察ですか。合点承知です。見張りの連中とか大したことないよ。軽い軽い。父上の真意も気にかかるが、茶茶様、どうしておいでだろうか。やった。これは。おお、
大声を出すな、バカ。雪村、こっちへ来い。しかし大胆だな、お前も。自分の立場は理解しているだろうに。恐れ入ります。チャチャ様のご様子が気がかりで。そうか。だが到底曖昧、俺たちもなかなか目通りする機会がない。そうなのですか。今の大阪城は変わっちまった。あいつなんつったっけ。王の春菜だ。チャチャ様の馬の子だな。そう、そいつがなんか偉そうに取り仕切っててよ。何様だっつうの。この野郎、三成の足元にも。悪い。いえ。俺たちを責めないのだな、雪村。なぜ三成と共に戦ってやらなかったのかと。我ら真田も親兄弟で戦いました。みんなそれぞれの志があってのことと存じます。そうか。でもよ、あの姫様はやっぱ俺たちのこと裏切り者と思ってんじゃねえのかな。だからあんな。チャチャ様はそのようにお考えにはなりません。お二人の立場を思えばこそではないでしょうか。ならばありがたいことだが。あー、くそー、だっせーな俺は。正則殿。落ち着けバカ。豊臣の家は俺たちが必ず守る。それが三成や義継の思いに応えられる唯一の道だ。待ってるよそんなこと。はい、どうぞよろしくお願いいたします。私もいずれお許しが出た時には。ああ、共に力を尽くそう。家康がなめた真似しやがったらぶっ飛ばしてやんよ。では現在豊臣の中心となっているのはチャチャ様だというのか。そうみたい。祭り上げられちゃったんじゃない。わあ、あのお姫様そういうの嫌がりそうなのにね。嫌だろうけど、ネネも三成も義継もいないんじゃ。徳川とはどうなっている。今すぐ戦って感じじゃありませんけど、いろいろ難癖はつけられてるみたいです。将軍にもなってもはや名実ともに徳川の天下だけど、豊臣は相変わらず別格だもんね。どうにかして潰しておかないと安心できないってのが家康の本音でしょ。遅かれ早かれ戦にはなるか。チャチャ様はどのようにお考えか。それより雪村様はどう考えてんの。もし戦になったら。無論チャチャ様をお守りするため馳せ参じる。兄上には申し訳ないが。だよね。正幸様はどうなさるでしょう。近頃お体の具合があまり良くないみたいですけど。戦う理由がある限り父上の神気が衰えることはあるまい。だが。ん？父上が戦い続けた理由、もしそれが失われていたら。将、なんでここに。真田正幸はいるか。暗殺に来たってこと。正面からなんて俺も舐められたもんだね。落ち着け、さような人ではない。だったら。久しいな、サスケ。家康様、なんで。真田正幸殿にお目通り願いたい。取り次いでもらえようか。家康殿、これは一体。すまぬな、断りもせず押しかけて。構わぬよ、
日がなしを読み畑を眺めるだけの毎日ゆえ、それは豊かな日々であろうな。いつでも変わってやってよいぞ。お主は全く変わらぬな。尾羽内からした姿を見たかったのであれば、ご期待に添えず申し訳ない。いや、よい。あの日のままのお主と一度話しておきたかったのだ。死んだ者を言い訳にするな。お主はわしにそう言ったな。あれほど答えた言葉はない。さようか。だが、いや、故にこそわしは足を止めるわけにはいかなんだ。幾千幾万の屍を踏み越え、なお果たさねばならぬ大義がある。その重みに耐えかねて足を止めれば、全てが無駄死にとなる。それだけは断じてさせぬ。故にわしはやり遂げるのだ、何としても。好きにすればよい。お前の覚悟にわしが口を出すいわれはない。同様に我ら真田の意地も変わることはない。わしらの大切なものを踏みつけにせんとすれば、わしとわしのせがれが何度でも相手になろう。父上。そのこと夢忘れるな。心しておこう。邪魔をしたな。わざわざのお運び恐れ入ります。父上、夜風はお体に触りまする。うん、父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを、太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上、まあ、この辺りはかなり正幸も弱ってる感じがしますね。もう合戦に出れるような感じではないかな。死ぬことができなかったのかと。いや、違うな。ただ生きろと言ってやればよかった。まあ、ここまで正幸はだいぶその武器レベルを上げたりしてきてたので、まあ少しね残念な気はしますが、今後は前回もお話したように雪村、そしてサスケ、くのいち、くのいち、シャチャ、この辺りをメインにレベルアップを図っていければいいかなと思ってます。はい、残してやれなんだ。まあ、この後は大阪の陣が残るのみなので、まあこの戦国無双様々も残すところあと少しというところになるんですが、まあ今回は第13章ということで親子をプレイしました。まあ、引き続きですね、14章15章とクライマックスに向けてプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんにはこのままお付き合いをいただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。
また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。